コバは国民的英雄のようドイツ史。ブンデスリーガドルトムント3の1フライブルク13日ドルトムント。試合前から応援歌が何度も歌われるなど、ドルトムントサポーターは香川真司の復帰を歓迎した。地元シュルールなハリヒテン、レイジバンは国民的英雄のように賛美されたと報じた。以前に香川が着ていた23や新しい背番号である7を身にまとったファンの姿も目立った。20年来のサポーターという27歳のギデオン・フレビさんはとにかく嬉しい。彼は自分の家に戻ってきたと大喜びだった。これに対しネット上ではハードル上げすぎ、まあ愛されてる環境っていいよね、日本代表でも活躍してほしい、香川はこのままドルトムントのレジェンドになるのが正解だと思う、再びブンデス優勝に加えチャンピオンズリーグ優勝しないとレジェンドにはまるんだろうね。チャンピオンズリーグ決勝でレアルを粉砕する香川を見たい。ドイツは女子サッカーでも客が入るくらいサッカー文化が根付いてるから結構あったかいんだな。アジア人を迎えてくれてる、なんかもう勝手に永住許可証でももらえそうな、とても盛り上がりまくる地元の香川の波にいろいろな感想を出していました。